皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。でその前に今回もちょっとマリちゃんボックスが届いてたので開封して使えるものは使って今すぐ使っていきたいと思います。めっちゃ顔がちょっとむくんで超寝起きでもまだ朝の8時なんですけど、ちょっと撮っていきたいと思います。今回ね結構軽いんですよ。なんだろう、かわいい箱がかわいい。ハローオーガストって書いてあります。夏っぽい。おお、あーすごい、私の大好きなエスポワの下地のウォータースプラッシュシカトーンアップクリームが入ってます。これシカトーンアップなんだね。私が大大大好きな、新作？新作かも。シカトーンアップって前書いてなかったっていうか、ピンクのはあったけどこんなピンクじゃなかった。で今すごい愛用してるのがこれ、エスポワのウォータースプラッシュサンクリームフレッシュ、ん？サンクリームのフレッシュ、新しいのこれ手を使おう。なんかこっちはトーンアップとかはあんまりしない感じで、グリーンっぽくてなんかジェルみたいな感じのテクスチャーがすごい好きで使ってました。あ、でスポンジが、なんか無名っぽいスポンジが入って、今ウェッティマイルドの濡らしてきたんですけど、こっちにしようか。こういうスポンジ、特にどこのとかは書いてないので後で冊子で見るんですけど、で、あ、これこのブランドの、このブランド結構良くて、私前にもマリちゃんボックストリートメント入ってたので使ってるんですけど、これのトゥルーリペアヘア BB クリーム、何それ、髪の BB クリームとかが入ってました。と、あ、パックが2個、ビタミン C とちょっとビタミン C とちょっと なんていうんだろう、保湿力がある系、ちょっと今日使おうかな。今冊子を読んでバルラボってとこのらしい、バルラボのザクリーンビーガンマスク、でビタミン C の方はビタミン C 誘導体が入ってるものです。でこっちは水分補給に優れたヒアルロン酸、あ、ヒアルロンって読むのか、ヒアルロン、確かに。とりあえずちょっとこれを塗ります。今洗顔して何にも、なんかサンプルとかよく入ってるから何も塗ってなくて、まずいまずい。おー、いいね、このジェルタイプっていうか透明なシート最高です。この貼り心地がもうぴったりで、手にも塗ります。でこのパフはマリちゃんボックスオリジナルっぽい、ウォータリーマシュマロパフって書いてあって、カラーはランダムで、ピンクでした。やったー。でこれがトゥルーリペオイルバームタイプのクリアで、洗い流さないんだって。洗い流さない、へえ、いいね。なんかちょっとマットな感じも好き。しかもこれヘアアイロンやドライヤーの熱から守ってくれるし、のでタオルドライ後つけてって感じだね。でドライヤーで乾かしてスタリングらしい。あ、でこのマスクはビーガンマスクなんだって。天然由来成分のみを使ってるビーガンマスクらしいです。なじませます。よし、バッグ外していい感じ、めちゃくちゃしっとりしてます。サボテンオイル、うちはサボテンオイル、これはね、なんか美容液、今ちょっとあんまり完全に肌に浸透してない段階でちょっと手に取ってなじませるとすごいね、保湿力が上がって好き。なんか完全に肌にスキンケアが馴染んだ後にこれをのせると結構サラサラしてるので、なんていうの、覆われてる感が出るんですけど、こうやって美容液と混ぜると保湿力がこうすごいプラスされてる感じでめちゃくちゃ好き。でこんな感じで、そしたらこれ使おうかな。すごい嬉しい、シカトーンアップって、この緑色が好きすぎて、ピンクもなんかピンクの方がでも人気らしいんですよ、一番人気。そう、ピンクが一番人気らしくて、気になったんですけど、まあ緑あるからいっかと思って、こんな感じ、しっかり白色のクリームですね。なんかもうこの段階で緑色の方はジェルでちょっと透明感があるんですけど、あ、いい匂い。なんだろう、なんか
嗅いだことある匂い。桃？桃じゃないか、お花？すごいいい匂いがします。で、緑色の方のフレッシュはもっと爽やかな植物の香りみたいな感じで、あ、確かにちょっとトーンアップするかも。半分塗ってみるけど、まあちょっとこのクリーム自体ちょっと白色なのでそれもあるかもしれないけど、かなり明るくなるから塗りすぎ注意かもしれない。うん、だいぶトーンアップしますね。でも私結構日焼け止めってたっぷり塗りたくて、でたっぷり塗れるのがそのグリーンだったんですよ、白浮きしない感じで。だからこっちの方が私的にはちょっと白浮きしちゃうのでそんなに塗れないから、日焼け止め効果、まあ十分な一度塗りでもあると思うけど、もう絶対もう外に長時間いるよって時はグリーンを使うかな、たっぷり。こっちの方が私の肌色にはちょっと白浮きしちゃうかもしれないから。でもトーンアップしてくれて、トーンアップ下地で日焼け止め効果が高いもの探してる方はこれめちゃくちゃおすすめです。で、歯科成分が入ってるから肌の鎮静をしてくれるので、私は結構荒れてる時に歯科アイテムを使うので、ニキビとかできそうだなとかできた時に歯科アイテムを使うので、そういう使い分けもいいかもしれない。でツヤツヤっとしてます。で、ファンデはメディア使います。クリームファンデちょっとこれ濡らしてきます。マリちゃんボックスのめちゃくちゃ大きくなった。なんかほんとリアルテクニクスレベルの感じですね。メディアの色は OCD1 番です。もう健康的な肌の色っていう感じの色です。で、伸ばしていきます。うん、すごいね、肌当たりも優しいしいい感じ。今私こういうスポンジ系はエッテワイルドのこれしか持ってなくて、これもすごい滑らかで肌当たりが優しいから愛用してるんですけど、これもめちゃくちゃいいです。マリちゃんボックスの公式で買えるとかなのかな、それかボックスにしか入ってないのかな。うん、いい感じ。めっちゃこのスポンジ、こっちにしようかな。 NARS のラディアントクリーミーコンシーラーの1247かな、この人気のやつ。これカバー力すごく高いんですけど、私指で伸ばすと結構なんだろう、乾燥してる感じになっちゃうので、こういう水で濡らしたスポンジで伸ばすとすごいいい感じです。いい具合に水分も足されて。そしたらプリマビスタの化粧持ち実感おしろい使います。ほんと使いやすいんだよねこれ。こればっかり。え、なんだっけな、昨日インスタのまたお話ししましょうの質問ボックスやってた時にすごいね、あのパウダーをおすすめしてもらって、なんか私しっかりセットしてくれるんだけど保湿力があるものっていうのが好きで、まあ今はマスクだから、まあ保湿力はなんかそこまでまあ多めに見ようっていうものが多いんですけど、そう、まあ、ちょっと乾燥するけどしっかりセットしてくれるものでもかみたいな、じゃないとマスクでよれるので、スノービューティーだ、スノービューティーのパウダーが乾燥しないのにセットしてくれるらしいんですよ。気になる。今でも結構パウダーあるからちょっと何個か使い切ったら買ってみます。スノービューティー、ちょっとリップクリーム塗ります。で、この間久々にダイソー行ったらユーアグラムのスリムスケッチアイブロウペンシルがね入ってたの。だからこれ使います、 BR3 番。で、これ買って久しぶりに使ったけどやっぱり描きやすいですね。これはね、廃盤にしちゃダメよって感じ本当に。100円ですよこれが。で、そこまで落ちるっていうことも私はあんまりないし、まあ眉尻落ちやすい人はあのアイブロウのトップコートみたいなのも売ってるから、それで全然補える感じですよね。なんか言おうとしたね、忘れとった。よし。で、うん、今日は
じゃあこれ使おうかな。これ私本当に週4で使ってるぐらい好きなアイシャドウパレットなんですけど、ちょっと反射がすごい。これクリオのプロアイパレットミニの1番。これで動画私出したと思ったんですけど、全然出してなかったっぽくって、あの動画出してくださいってリクエストすごい多いので、まずこのカラーをベースで塗っていきます。全体的に。これは本当にね、捨て色がなくて大好き。でこれノーズシャドウでも使えるので、ここのカラーをねちょっと混ぜて、ついでにノーズシャドウにも使います。うん、濃すぎた。でそしたらノーズシャドウに入れたカラーをクリースに入れます。本当にねこれ簡単になんかメイクしてる風に仕上がるから、ちゃんとメイクしてる風にすごい時短、何にも考えたくない時はとりあえずこれを使ってます。下にも広めに入れて、でそしたらまあ、このカラーはあんまり使わないんですけど、ここのラメを下まぶたに、結構細かめなラメなんですけど、下まぶたに入れてツヤツヤとさせる。で 上まぶたにちょっとこのカラーを、濃いカラーを二重幅の内側に入れて、まあ、ここは本当に適当で大丈夫。っていうのもこの上からこのザックザクの私が大好きなラメを重ねます。すっごい綺麗なのこれ、まあ、黒目の上に入れてちょっと左右にぼかすっていう感じ。本当にこのラメしっとりしてるんですよ。だからね、結構ザクザクだけどピタッとくっついてくれて最高なの。でそしたらちょっと涙袋を描こうかな。この濃いカラーでいつも描いてるんですけど、こういうアイブロウのブラシで、でぼかす。久しぶりに、最近涙袋書いてなかったんですけど、久しぶりに。でビューラーをします。もうこれだけでさ、なんか特に色味って感じじゃないから、どんなリップチークでもあの使えるので、本当に週4でこのメイクしてます。動画撮らない日は基本このメイクって感じ。うわ、まつげ3本も抜けたのに。で今メイク収納チェストを買って頼んでて、前の収納もうすごい気に入っていたんですけど、やっぱりねその部屋日が全然入らないからメイクする気になれなくって、でケイトのラッシュマキシマイザーとこのケイトのラッシュフォーマーロングのブラック、最近この組み合わせで使ってるので、これをまず下地でたっぷり塗ります。そうだからそこで撮影をあんまりしたくなくなってて、やっぱ今こういうこの感じの方が自然光がめちゃくちゃ綺麗に入るので、だからそう、ここをちょっと改造しようかなと思ってて、でその前のメイクルームはあの彼の読書部屋本がむちゃくちゃあるから彼の読書部屋にしてます。よし、そしたら乾かします。この間にアイライナー、ネックレスがこのところに、ジョインメイクのロングステイシャープジェルライナーの1番使います。これほんと落ちにくくて大好き。
まあ、逆にこのどの色でもいける感じだから迷っちゃうんですけど、ボビーブラウンのこのハイライティングパウダーデュオのピーチグロウ、これいただいたんですけど、これがねめちゃくちゃ可愛くて、このピーチグロウがなんかハイライトとチークみたいな感じなんですけど、どっちもキラキラ でチークに使えるのかなって思ったんですけど、これをこの下の色をこういうブラシにとって、本当チークを入れる、まあチーク兼ハイライトを入れる、高めのここら辺に入れると血色感とツヤが足されてめっちゃ可愛いの。なんかナチュラルなんですよ、チークも入れてる感がなくて、だけどちゃんとオレンジだからチーク感もあるのに、こうこまあこんなツヤツヤってしてるから粉っぽくなくて、すごいヘルシーな感じでめっちゃ可愛いんですよ。でハイライトはこの上のところを、すいません、これも超綺麗だしさ、ボビーブラウンってこのハイライト系めっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗じゃない、超気に入ってる。で色味がそこまで出るわけじゃないから、リップも割と選び放題というか、あ、シェーディング入れるの忘れた、ノーズシャドウ入れたから、だからカラーポップ使います。使い切りたいやつ、顔周りにサササーっと。本当に可愛いこのチーク、チークというかハイライトというか超可愛い。でリップどうしようかな、これにしようかな、 DHC のモイスチュアリップスティック EX、 モイスチュアケアリップスティック EX の B112 番塗ります。これもね万能カラーだから結構使ってます。万人が好きだと思う、これ可愛いでしょ。こないだつけてたこのジェリーグレーめっちゃ可愛くて、なんかちゃんとグレーなんですけど、すごい淡い感じだからきつめにはならない感じで、最近そういうカラコンを探してて私きつくならないやつ、これ使ってみようかな。キャラメルスフレ、これ使ってみよう。こういうね、あの私フレッシュルックデイリーズのグレーがなんか自分の顔に一番合ってると思ってて、こう直径とかデザインとかも全てそうなんですけど、結構あれってほんとちっちゃいからきつく見えがち、強めに見えがちなんですけど、なんかたまに優しいのつけたいなと思って探してて、そうすごく良かったです。これは初めてだな。でもキャラメル優しい顔になれますね。私こう黒コンとかそういうの苦手で、めちゃくちゃ黒い縁があるの苦手なんですけど、これねいいんですよ。なんか自然と、優しい感じでも抜け感も出る感じです。はい、そしたらマスカラ塗っていきます。ラッシュフォーマー、これもね繊維入ってるから、でこれ自体にカールキープ力があるので、これだけでもいいんですけど、私はやっぱ長さが欲しいので下地を塗ってから使ってます。すごいめちゃくちゃ伸びます、この2つ。で下にもね下地を塗ってるのでかなり伸びます。すごい伸びるでしょ。メイクはこんな感じです。ちょっと優しげな感じかな。はい、そしたら髪の毛に移ります。そしたら前髪を
このちっちゃいゴムで留めます。今センター分けなんですけど、まあ大体こんぐらいかなっていう毛を取って結びます。で、今日お団子にする予定なんですけど、これをしておくと前髪にボリュームも出るのでおすすめです。こんな感じでこっちも結んで、こんな感じ。これをここの根元を割ってこの結び目を中に入れてくるりんぱします。で、ギュッてやるとこんな感じ。まあ前にあのワンピース、私のリベッカの新作ワンピースの写真と一緒にやったのはもっとこれウェーブが強くてっていう感じの時はこれだけの、別にお団子とかしないでやってたんですけど、ここを引き出してあげるとボリュームが出ます。こっちもボリュームを足す、こんな感じで、このままこの毛先を一緒にお団子するとボリュームがね前髪に出るし、これ前髪短い方特におすすめなんですけど、落ちにくくなります、前髪が。で、適当にざっくり、あら、ゴムどこいった、ざっくり結んで、こんな感じでざっくり。私はお団子はざっくりが可愛いと思ってるので、そのカチッとした感じより引き出していろいろで、私は短いので髪の毛がこういうパッチンピンで下の落ちてるところは 3本ぐらい使って留めます。前はねピン留め地獄で20本ぐらい ついてたんですけど、やっと伸びてきてこのでっかいのとかで3本で済むようになりました。こんな感じです。そしたら今日もコーデを紹介していきたいと思います。まあこの髪の毛に合うというか、今日出かけるとしたら着たいコーデ、コーデというか洋服を紹介したいと思います。はい、こんな感じです。これは私のブランドリベッカのオールインワン、これめちゃくちゃ好きです。サラッとしたリネン素材なんですけど、結構しっかりしてて生地が、なのでストンって落ちてくれる感じで、私骨格ストレートなんですけど、こう部位がすごいいい感じに細くすっきり見せてくれて、骨格ストレートの人は部位得意なので部位がすごくいい感じで、でリネンとか麻素材は苦手って言われてるんですけど、これそんな麻、あの柔らかい麻っていう感じではなく、結構重みのあるしっかりした麻なのでストンって落ちてくれる感じなので、あの骨格ストレートさんもいける、ここベルト締めればなおいい感じです。で、私151センチなんですけど引きずらない丈で、でもっと私より身長が高い方はあの足首が見えるぐらいの丈になると思うので、すごいすっきり見えてスタイルアップして見えるので、これね我ながらねおすすめなんですよ。で、ピアスがセレクトショップチーのこのゴールドピアス、ネックレスと合う感じなのでこれにしてみました。で、お団子ですっきりして V で結構空いてるので大ぶりのピアスをつけることが多いです。で、靴はこれに、うん、まあコンバースだったり、あとは、まあ、B さんだったりが多いです。はい、これ本当おすすめです。こんな感じで、今回はチットチャットでした。私がもうほぼ毎日このメイクなんじゃないかなってぐらいやってるメイクを紹介しました。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。